頑張れエスパルス。5月15日エスパルス VS 湘南ベルマーレアイスタ日本平19時キックオフ。村松選手と河合選手もご愛用中のノンシリコンシャンプー爽快感大変お買い得となっておりますので、この機会にぜひお買い求めください。オレンジ TV をご覧の皆さん、どうもジャムダンゲー、久しぶりです。いや今シーズンやってまいりましたよ、2013渡してます。というのもですね、はい、我々ジャムダンが555のテーマソング77スピリットオブザエスパルスという歌わせてもらうわけなんですけれども、うん、このねオリジナルバージョンの曲が入った CD がですね、ジャムダンオールソングスベストという形でアルバムでリリースになっております。はい、ありがとうございます。というわけでね、今シーズンは一番てっぺんにね、はい、行きましょう。若い力でこうグーッとね登っていきましょう。静岡に勝利を、ということで今年も1年、はい、頑張っていきましょう。以上ジャムダンでした。また会いましょう。バイバイ。ファンエンジョイエスパルス、感謝の気持ちを込めて5月26日サポーターズサンクスデーを開催します。僕たちと一緒に楽しみましょう。ぜひお越しください。待ってます。
チーム的には本当にみんなハードワークもしてたし、まあ、勝とうっていう気持ちも本当に現れてたと思うんですけど、まあ、本当結果が今ついてこなくて、まあ、みんな悔しい状況ですけど、まあ、みんなで戦えたかなっていう気持ちがあります。みんなこうふわっていう感じで入っちゃった部分も多分あると思いますし、まあ、その中でこう必死に ついていく部分だったり、こうアプローチかく行く部分だったりっていうところでやっぱ一歩遅れて、それがやっぱどん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 ずれてって崩されたっていう場面あったんで、まあでも後半その監督に言われたことによって、まあ、本当ピリっていう感じで後半も入れましたし、まあその状況を前半からもっともっとこうできていれば、まあいい形で点も決めれただろうし、失点もなかったっていうふうに思うんですけど、暑さっていう部分も最近あるだろうし、まあ、点を決められた後のその5分10分っていうところの集中のところがいつもやっぱこう集中切れちゃう部分があるんで、やっぱそういうところがやっぱふわっていう感じで入っちゃってるかなと思います。まあ、ゴールは本当嬉しいことですし、自分の自信にもやっぱつながるんですけど、まあ、チームがね今勝てない状況で、まあその点っていう部分ではすごい嬉しいですけど、まあ、チームが今勝ってないから、まあ、悔しい方の方が強いですね。自分があそこまで行く場面っていうのは本当ここ最近なかったですし、まあ、その中で本当パス出して止まらずにゴールに走って点を取るっていう、そういう自信の部分ではすごいつきましたし、連携の部分も本当できていると思うんで、まあ、その中で本当それがね、みんなみんな一人一人連携もっとついていければ本当点も多く取れると思うんで、まあ、そこら辺も本当に練習から本当みんなそういうところを喋りながらやっていきたいなと思います。そうですね、まあ、悔しい試合でした。はい、まあ、そうですね、本当に今下向いてる状況じゃないんで、まあ、今ホームで本当サポーターの皆さんには本当悪いんですけど、本当2敗しちゃったっていう部分で本当みんながっかりしてる部分もあると思うんですけど、まあ甲府戦は本当、まあ、アウェーでまた厳しい状況になると思うんですけど、まあ、そこは本当みんなも選手も一生懸命やりますし、サポーターも本当下を向かずに応援してくれれば僕らも本当やるだけなので、一緒に戦っていきたいなと思います。本当に今苦しい状況ですけど、本当僕自身は本当調子も上がってますし、本当自信もついてきてるんで、まあ、このまま本当いい状況で甲府戦に臨みたいなと思います。まあ、個性でいい、やっぱりあれですか、自分の成長した姿ってのをしたいって思うんですね。そうですね、本当に甲府ではいろいろ4年間5年間とずっと一緒にやってきた仲間もいましたし、まあ、それは本当自分のこれだけ伸びたぞっていうのを、甲府のサポーターの皆さんにもそうですし、選手にも、見せたいなと思います。